マイケル・バーナード・ミュケージーはアメリカ合衆国の政治家、法律家。ジョージ・ W ・ブッシュ政権で第81代司法長官を務めた。1941年7月28日にニューヨーク州ニューヨークのブロンクスクで誕生した。父親はロシア帝国のバラナビチ近郊で東欧系ユダヤ人の家庭に誕生し、1921年にアメリカへ移住した。 ミュケージーは1959年にマインハッタンの現代正統派ユダヤ教学校ラマズスクールを卒業した。妻のスーザンは後に同校の教員を経て中等部の校長になった。夫妻は子供を二人も受け共にラマズスクールへ進学した。ミュケージーはコロンビア大学に進学し1963年に文学志望を取得した。ミュケージーは コロンビア大学において学生新聞コロンビアデイリースペクテーターの論説編集を担当した。ミュケージーはイエール大学イエールロースクールへ進み、1967年に法学修士号を取得した。その後ミュケージーはニューヨーク市内で弁護士業を開業した。1972年にミュケージーは ニューヨーク州南地区担当の連邦検事保に就任した。ミュケージーは連邦検察庁においてルドルフ・ジュリアーニと共に勤務した。1976年にミュケージーはニューヨークの法律事務所パターソンベルナップ・ウェブタイラーに入り1987年まで勤めた。ミュケージーは1993年からコロンビア大学法科大学院において 春季の講師に就任した。マイケル・ミュケージーは、ルドルフ・ジュリアーニととても親しい関係を構築した。ミュケージーとジュリアーニは1970年代初めに、連邦検察庁で知り合った。ミュケージーの次息子マーク・エル・ミュケージーは、ルドルフ・ジュリアーニが経営するニューヨーク州の法律事務所、ブレースジュリアーニに勤務し、知能犯罪の案件主任を務めた。 ミュケージーは1994年と1998年のニューヨーク市長選挙で勝利を収めたジュリアーニの就任選生を担当した。2008年にミュケージーはマークと共に2008年アメリカ合衆国大統領選挙でジュリアーニを支持し司法顧問を務めた。1987年にミュケージーはアメリカ合衆国大統領ドナルド・レーガンから ニューヨーク州南地区の連邦地方判事に任命された。ミュケージーは1988年に着任し、以降18年間にわたって判事を務めた。ミュケージーは2000年3月に首席判事に昇格し、最終的に2006年7月まで務めた。ミュケージーは世界貿易センター爆破事件に関与したオマル・アブデル・ラフマンとエルサイード・のサイルについて、 刑事訴追を担当した。ミュケジは調査により彼らが国際連合本部ビルをはじめとするマンハッタンのランドマークを爆破する計画を立てていたことを明らかにした。ミュケジはまた被告人に対する不信感を売死人に植え付けようとするために捜査当局が売死人に情報を横流ししているとも指摘した。2004年には 放射能攻撃を計画したとして逮捕された補正、パディーヤの審問を行った。ミュケージーは、パディーヤについて、敵国のテロリストとして交流することは可能であるが、アメリカ市民として弁護士に接見する権利は有して、いるとの裁定を行った。ミュケージーは、さらに、アメリカ同時多発テロ事件による、世界貿易センタービル崩壊で発生した。 不動産開発業者のラリー・シルバースタインといくつかの保険会社との間の訴訟について判事を務めた。2003年にはアメリカ映画協会が独立の映画制作会社に対して不当に圧力をかけた問題について担当し、協会による独立会社フィルムの流通妨害を禁止する仮差し止め命令を下した。2003年6月に 民主党のチャールズ・シューマー連邦上院議員は、アメリカ合衆国最高裁判所判事の候補者の一人として、ミュケージーの名を挙げた。ミュケージーは18年間にわたって、ニューヨーク州南地区の連邦地裁判事を務め、最後の6年間は、主席判事を務めた。ミュケージーは、ユダヤ系として二人目の、アメリカ合衆国司法長官となった。メディアなどでは、ムケージー、 無形縁と表記されることもある。ありがとうございます。